専属通りを歩いております。浅草三丁目、ここからね、こととい通りに出て浅草寺の脇からね入ってきます。浅草寺病院のところの脇だね。寒いからね、人が少ない。正面久子通り入ると観光客がねだいぶ多くなってくるんだけど、懐かしいな、この近く住んでたからね。なんかちょっとね、店がいろいろ変わってますね。この鳥屋は変わんない。とんかつ屋、今朝はね、もう朝すごい雪だったから、どうなるもんかと思ったけど、昼になってね雪は止んで、でもえらい寒いです。おととい通りに出ます。あ、黒芝だ、かわいい。パオに会いてえな。ここが久子通りの入り口、村の入り口か。まっすぐ行くとロックの方に行くんだけど、どうすんなら久子通り入っていこうかな。なんかローカルな商店街って感じだけど、お土産屋があったり多いね、観光地だから。結構ここら辺のね中華屋とかもうまいとこが多いんでね、この先にねちょっとね有名なところがあります。右側ね、ね国際通りの方にも支店があって、そっちの方が大きいんだけど、米久、まあ、昔からあるところだね。すき焼き、こんなんね、まあ古いけど本店の方が趣があっていいかな。お好み焼きとかもんじゃとか流行ってんのかね。なんか結構新しい店もできてるな。ウィンズ浅草場外馬券売り場ね、花屋敷の方に向かってきます。小さいけどかなりスリルがあるね、ジェットコースターがあるんだけど。かご屋も多いね。なんだろう、修学旅行の学生、かごじゃないや、人力車だ、うん、もう完全観光地です。ここももんじゃになってるね、うん、もんじゃってなんかいまいち好きじゃないんだよな。お好み焼きの方が好きだな。洋食屋、うん、大江戸ステージだった。人が多いな、外国人ばっかり。花屋敷です。いろんなアトラクションがあるけどね。
雨雪が降ってたから多少マシだけど、やっぱ花粉がすごい。雨や花屋敷通り、花屋敷通りから浅草寺境内に入ります。なんかわかんないだろうけど、外国人は写真撮るよね、五重の塔。浅草寺です。記念撮影。なんかいいね、いろんな人が晴れ着着て、人混みだ。この煙で頭悪いの治るかな。何の針ですか。ね、煙、頭。浅草寺はお参りしないで出ちゃいます。浅草寺、ここお寺なんでね、この隣が浅草神社の前を通り過ぎてね、出ちゃいます。あ、修学旅行だね。お釈迦様に挨拶してきなさい。浅草神社、これから僕はね、家系ラーメンを食べに行きます。マスクの中でね、鼻水が出てきちゃって汚ねえな。竹三郎ってね、家系ラーメンの店、まあ家系しっかり味守ってる感じでした。うまかったです。皆さんこんにちは。2024年3月の8日です。今日が金曜日、明日明後日オフ会なんですけど、今日ね、浅草近辺をまたぐるーっと回って用事を済ましてきて、この前もね、ライブで言ってた、焼き芋を買ってきたんです。ファミリーマートにはね、焼き芋のなんか用意はあったけど、売ってなくて、これ浅草のね、あのロックのドンキホーテで売ってました。なんかね、背の高い、店員がね、背の高いイスラエル人の女性で、なんか面白いな。うまいです、これ。甘っ。結構こんな、この長さですよ、この長さ。これが1本で198円。安いですよね。うまいです。浅草ね、やっぱり人手がすごかった。で、ほら、インバウンド景気で外人がすごく多くて、前ね、何回か食べたことあるうなぎ屋の前を通ったんだけど、なんか豪華なセットが出てて、長いお重にうなぎがビヨーンと入ってて、12000円ってでした、店頭に。あれ、やっぱり、外国人とか食っちゃうんだろうな。12000円っていくら ?80 ドルしないって感じ ?80 ドルぐらいか。安いと思っちゃうんでしょうね。うなぎ12000円だって、うなぎコースで。なのもあった。まあでも、朝ね、雪降ってたけど、今、雪も止んで、そんなに寒くないかな。耳痛くなかったですね、今日は。
こんな感じです。ちょっと焼き芋集中して食べます。はい、食べちゃったけど、ハラミ、これもうまい。